レコーディングしてます。そんな来ないかな。みんなあれかな。YouTube で見るかな。面白いね。うん。5分まで待ちますね。9時5分まで待ちます。すいません。みんなスラック大丈夫なのかな。私は気にしすぎなのかな。どうでしょう。どうでしょう。意外と大丈夫なんだね。かもしれない。うん。それはそれで嬉しいけど。質問なんですが、名前の記載は 何でも大丈夫でしょうかというのは、Zoom のことかな？あ、若菜さん、こんばんは。スラック入室していただいてありがとうございました。さあ5分から始めますね。一応これアーカイブ残す予定です。残しますね。PTX 経由で送ります。まだ、はい、そっか、今日あれか、 PTX から、ああ、なるほど。PTX 経由ではない方ですね。今まで一度も受講したことない方で、本日のアーカイブをご所望の方は、私に一本ご連絡いただけたらと思います。そしたら送りますね。はい、じゃあ、あと1分。皆さんの地域では台風大丈夫ですか？大丈夫？なんか湿度が高いですね、今日はね。さあ、あ、よかった。結構人数少なめなので緊張せずに話すことができそうです。はい、よろしくお願いします。皆さん、土曜日の9時という大事な時間に説明会にお集まりいただいてありがとうございます。改めまして、種吉です。はい。うん。今日はですね、8月からのカメスクの、あれですね、説明会をします。で、私心配性なんで、皆さんに何回も何回もお伝えしてて、昨日の、おとついのインスタライブで話したことが全てなんですけれども、ちょっとスラックとか Google シートが私ちょっと自信ないなっていう方、聞いていただけたらなと思って、スライドを作りました。で、一応、今日時点で、PTX 経由で、もうセットの3000円のコースをチケット購入していただいた方には、もうスラックの招待を実は PTX のアドレスに送っております。で、何名か入ってきてくださったんですけど、皆さんにもう送られているので、ちょっとそのメールを今講座中に確認できたらしていただけたら嬉しいなと思うんですけど、もし無理だったらまた後で、ね、大丈夫です。はい、じゃあ、で、
分かんないことあったら何でも聞いてください。でちなみに私もぶっちゃけスラック使うの初めてなんですね。なので分からないことあって皆さんにちょっと不手際をおかけするかもしれないんですけども、皆さんと一緒に学んでやっていけたらなと思います。なので分かんないことあったら何でも聞いてください。私とあと一緒に作ってるぴょん吉さんが今骸骨と共にいるぴょんさんが対応できるので私でも大丈夫ですし、ぴょんに送ってもらってぴょん吉さんに送ってもらっても大丈夫です。はい、じゃあちょっとスライドを共有していきますね。ぴょん吉さん最初何か言うことあったっけ。この感じでもう始めていい。はい、じゃあよろしくお願いします。画面大丈夫ですかね。見えてる。はい、じゃあ今日はコメスクの説明ありがとうございます。説明会を始めます。はい、カメスクはですね、6月に始まりました。6月に始まって、第6回までですね、行っています。この間、水分摂取の話をしたんですけども、大体延べ100名ぐらいの方に今、受けていただいております。で、もちろん、講義を聞いていたいよっていう方が多いんですけれども、やっぱりね、私はいつもこのスライド出しますよね。アウトプットは大事ですよっていうことをお話ししています。これはラーニングピラミッドといって、人の記憶の定着、学習したことの記憶の定着っていうようなピラミッドですね。はい。講義は聞いてるだけしか 5% にしか頭に入らないので、皆さんアウトプットしましょうねということを口うるさくカメスクの第1回からお伝えしてます。なんで私は皆さんにこんなにアウトプットをしてほしいかというとですね、まず1点目は亀吉のところに今インスタとかでたどり着いていただいて、しっかり学んでいきたいよっていう方がですね、たくさんこうお金を払って私の講義を聞いていただいているので、ぜひぜひそれを流し聞きではなくて自分のものに定着するということでしっかりやっぱり覚えていってほしいっていうのがあります。あとはですね、私今小児の理学療法士としてインスタで活動しているんですけれども、正直やっぱり親御さんといろんな親御さんの話を聞いていてですね、PT の先生だけじゃないんですけども、やっぱりそのセラピストに対してなんか説明があんまりないくてちょっと不安ですとか、正直ちょっと先生との信頼関係がうまく作れませんみたいな親御さんがいるんですね。で、私今自費でサービスを行ってるんですけど、高いんですよ、私の自費のサービスは。高いけどわざわざ私のところにお金を払って親御さん来るっていうのは、まあ、私としては嬉しいんですけども、できたらやっぱり保険診療内でそこをね完結してほしいので、とにかくセラピストや他のお子さんの お子さんの人生に関わるお仕事されてる方にはですね、やっぱりこうたくさん お子さんのことを思ってほしい、親御さんのことを思ってほしい。そのためにはやっぱりね、知識っていうのは大事だと思ってるからです。はい、世の中にそういうセラピストとか保育者とか療育者とか教育者の方が増えてほしいなって私は思っているので、こうやってカメスクというサービスを展開してアウトプットしましょうねっていうふうにお伝えしているということですね。はい、で聞いてるだけだと 5% しか頭に入りません。で、本を読んだり自分で好きな本を読んだりすると 10% ぐらいで、おそらくカメスクはこの、ね、青い視聴覚に入ると思うんですよね。カメスクで私のスライドを見て私の話している話を聞くということはですね、視聴覚に対してのこう勉強方法なんですけども、これただ聞いてるだけだとこれで2割しか頭に入らないです。1時間のうちの2割しか入らない。そして、まあ、デモンストレーションというのは、まあ、実際にこうやってみるみたいなところなんですけども、半分以上記憶の定着がついてくるというのはグループ討論からです。グループ討論というのはディスカッションですね。カメスク のケースをこう私が動画で出したときにですね、皆さんにこのお子さんどう思いますか、何々さんどう思いますかとか、私はこう思いますっていうのを言っていただいている。で、まあ、討論まではいかないんですけども、自分ご自身の考えをそこでお話ししてもらうというようなことをやっています。ここでね、やった半分なんですね。そしてその後、自分がそこのグループで話し合ったことを頭の中で整理して、そして、次の日から臨床ですね、臨床や保育とかそのお子さんに関わることで自分が自らその学んだことを実践するというので、やっと 75% ですね。はい、そしてもう最強なのは人に教える。まあ
ここでアウトプットと結構つながってくるんですけども、自分が学んだことを職場の人に教えたりですとか、まあ、そこまでこう教えるっていうのはハードルが高かったら、ね、自分の知り合い、お友達にお話しすると、家族にお話しするっていうのがアウトプットかなと思います。はい。というところですね。はい。で、ここからが、亀吉の、今回の8月からの亀吉の亀スクのやり方なんですけれども、ね、まずインスタライブで先日説明した通りなんですけども、月にですねテーマを決めます。8月はこの回です、9月はこの回です、10月はこの回ですっていうふうにその月のテーマを決めます。そして月に2回開催します。これは前半回と後半回というような呼び方をしますね。ちなみに8月は運動発達についてです。8月運動発達について前半回と後半回があります。で、前半回は今までのカメスクと同じように私が3枚のスライドを使用して講義をします。で、講義をして講義終わった後、ケースの私が動画とか自分のケースの動画を出すんですね。写真とかを出して。で、皆さんこの子についてどう思いますか？私はこういうふうに評価しましたよっていうのをお話しします。で、そこでみんないつも1時間ぐらいそこでこう、討論が始まるんですけど、いやー、こういう評価どうですかねみたいなところを言ったりします。あとは質問タイムで、今持ってる自分の子の、お子さんとかがこうなんですけど、皆さんどう思いますかみたいなのを、これね、お口の講義、お口のこう、ディスカッションですね。お話しするだけのディスカッションをっていうのをしています。まあ、前半回だけでも十分アウトプットにはなるんですけれども、もちろんやっぱり、ね、発言しない方とかも出てくるってで、まあ、いらっしゃるっていうのは実際ですよね。お話される方ももちろんいらっしゃるんですけども、うん、まあ、要はこれは 20% ですよね、うん、視聴覚に対する 20% の記憶の定着率です。で、8月から大きく変わるところは後半回にアウトプット回を設けます。このアウトプットのやり方は Google スプレッドシートを使います。そして、使うツールとしては Slack というツールを使いますね、はい、この Slack というのは何なのっていうところなんですけども、まあ、言ってしまえば掲示板みたいなものですね。コミュニティができる、まあ、掲示板ですね。そこにアクセスしたら8月の運動発達の参加者の人たちが自由に討論できるような掲示板です。で、ここのスラックから Google スプレッドシートと、Zoom に入室できるんですね。なので今まで入り口が PTX のチケットの入り口だったんですけども、後半回はね、入り口だったんですけれども、スラックが入り口になるということです。ちなみに前半回は今まで通り PTX の、チケットの入り口です。なので整理すると、前半回と後半回両方出たいよっていう方は、まずいつも通り亀吉のプロフィール欄からとか、あと PTX からのメールからアクセスしていただいてチケットをまあ購入しますよね。で、チケットを購入して当日 Zoom の時間にチケットから入室してもらいます。で、ここで私が今回みたいに後半回も参加していただける方に関しては、スラックの招待を送るんですね。スラックの招待を送ります。そしてそこからスラックに入室いただいて、その、トピックのところに入ってもらう。で、そのトピックのところに入ってもらう。これチャンネルっていうんですけども、そのチャンネルのところに入ってもらうと、そのチャンネルから Google のスプレッドシートと、あと、Zoom に入室できるわけです。はい。で、いつもは、講義1回2000円で行ってるんですけれども、まあ、それで1月ね、大体3回、2回から3回講義を行ってるんですけども、今回は、やっぱりアウトプットを重視していきたいっていうのがあるので、セットで3000円というチケットにさせていただきました。はい。でも、まあ、例えば私、アウトプットは別にしなくていいけど、亀吉の講義は聞きたいよっていう方もいると思うので、その方は2000円で亀吉の講義だけ受講することも可能です。ただ、スラックの招待は原則送ります。原則というか送りません。はい。で、ちなみに、
8月はアウトプットを行います。前半8月は前半も後半も両方3000円で参加したいです。でも9月は講義だけでいいやってなった時はですね、その人は9月のスラックのチャンネルには入れません。はい、というところですね、っていう感じです。で、先日インスタライブを行った時に、質問に上がったことなんですけども、スプレッドシートに自分の考えをアウトプットする自信がないんですけども、皆さんのアウトプットの仕方とか聞きたいです、参加したいですっていう方がいらっしゃったらそれは OK です。ただし、そもそもスラックに入出する必要があるので、そういう方も自分がスプレッドシートに記入しない方でも3000円のチケットの購入をお願いします。はい。で、今度はアウトプットしたいんだけど、 Google のスプレッドシートにも私は書くんだけども、その回にリアルタイムで参加できないよっていう方がいたとします。これはですね、動画のアーカイブをスラック内に残します。これどういうふうに残るかというと、スラック内のチャンネルに私がいつもみたいに YouTube の、 動画 YouTube でこう上げてるじゃないですか、アーカイブを、あれを YouTube を残します。なので、3000円でチケットを購入していただいたけど、当日リアルタイムで見れないよっていう方は、招待されたスラックに入って、スラックのチャンネルに入ってアーカイブを見たらいいと思います。そしてそこからスプレッドシートも共有で、もちろんみんなの分も見れるし、自分が記入した分も見れます。なんですが、リアルタイムでお話ができない分、いや、私こういうふうに考えたんですけど、皆さんどう思いますかっていうのを、スラック内でチャットのやり取りができます。はい。っていうところですね。はい。あと、講義だけ聞きたいっていうのは、さっきお伝えした、前半回の参加のみも OK です。ちょっと、ややこしいかなっていう感じもするんですけども、慣れてきたら多分みんな、スラスラいけると思うので、とりあえずこんな形式にしていきます。はい。で、スラックの使い方をご紹介しますね。一応、今日ですね、PTX に、今回の8月の3000円の分のチケットを購入していただいて、入金が確認できている方に関しては、PTX 経由で、スラックの招待を送っていますもん。なので、確認していただけたらなと思います。で、ここでちょっと注意していただきたいのが、スラックってアドレスで招待を行ってるんですね。で、そのアドレスからじゃ、その招待をもらった、受け取ったアドレスからじゃないと入れないです。なので、PTX にご登録いただいたアドレスじゃないと、スラックの入出ができないんですね。例えば、PTX は会社のアドレスで登録したけど、スラックは自分の個人のアドレス使いたいよみたいな方がいたら、そのままだと入れないです。その会社の、会社のパソコン。違うアドレスから入る。でも、若菜さん、大丈夫かな。会社のアドレスからは入れないっていうところですね。はい。で、もし、ちょっと PTX に登録したやつじゃなくて、別のアドレスから招待してほしいよって方がいたら、私に連絡ください。はい。で、ダウンロードの仕方なんですけども、パソコンで使う人とスマホで使う人いると思うんですけども、まずパソコン、Windows 使う人はですね、普通に Slack って、調べてもらって、ダウンロードします。ダウンロードして、そうすると、ビビビってファイルの中に入るので、ご自身がダウンロードしたファイルを開いてもらって、Slack に入出っていう感じですね。うん。はい。大丈夫かなと思うんですけど。で、iOS、Mac とか使ってる、あと、Mac とか、あとなんだ？iPad とか iOS の、あれを使っている方に関しては、まず Mac の App Store で、アプリがあるので、このアプリを取ってもらってダウンロードする。で、ダウンロードしてもらったら自分のこのアプリケーションというところにシューって入れてもらうと、Slack のアプリが立ち上がります。で、スマホのアプリは、これもスマホのアップストアにアクセスしていただいて、この上のスラックってやつをインストールしてもらいます。大丈夫かな？で、スマホアプリでこうすると、こんな感じで、ごめんなさい、スマホアプリをまず準備としてダウンロードしておく。で、亀吉が PTX 経由で、スラックのこう参加のこの招待を送ってるので、ここで参加してもらうんですね。参加すると新規登録ってなるので、ここに、お名前を入れてください。で、
この時に私 PTX でフルネームで管理してるので、スラックの管理をあだ名とかでしちゃうとちょっと私が管理できないので、本名をフルネームでお願いします。でご自身でパスワードを設定していただく。でそうすると、これスラックの実際の画面なんですけども、子どもリハビリ亀吉さんがこの8月運動チャンネルという運動発達チャンネルというのに招待しましたっていうふうにありますね。でここでじゃあどうやってスプレッドシートとズームにアクセスするのっていうところなんですけど、この上のシャープ8月の運動発達っていうところをポンと押してもらうんですね。そうするとブックマーク下にシュッとスクロールするとスプレッドシートとズームっていうのがブックマークに出てくるので、スマホね、スマホの話で、そうするとそこにポンと押すと当日ズームに入れるのと、スプレッドシートも見れるっていうような感じですね、だからスマホで操作、スマホ1台で操作する人はもしかしたらスプレッドシートとズームを一緒にこう開くのがもしかしたらちょっと難しいかもしれないですね、ちょっと考えていきましょう。はい。で、Google スプレッドシートなんですけども、スラックよりかはね、使いやすいというか、使ったことある方もいるんじゃないかなと思うので、そんなに難しいことはないんですけれども、Google スプレッドシートって打ったら出てくるし、これはスマホアプリもありますね。スマホアプリ取っていただいても大丈夫です。で、実際、シートをダウンロードします。シート使えます。で、そこから、そのスマホのところからアクセスします。とか、あとチャンネルからシートにアクセスした後に、どうやってアウトプットするんだろうっていうところ、皆さん気になりますよね。で、そしたら今度は、Google のアウトプットの仕方を共有しますね。ちょっと待ってね。スプレッドシート見えてます？今これ。はい、OK です。まずね、原本こんな感じです。よっ。で、8月の運動発達に関しては私がケースステージをするので、一応ここはそんなに入力しなくても大丈夫かな。年齢、性別、体重もうこれ決まってるので、で、疾患名っていうのはその子の病名ですね。ついていない場合もあるので、ついてなかったらついてない。合併症っていうのはその種の疾患の他に何か違う病気持ってたらっていうことですね。だって今までの治療のお話とか今までの経過とかを書きます。で、あとリハビリ週1回どこで受けてるよとかの書いて、あとは発達の経過を書きます。あとご飯の状況どうかな、保護者の方はどう思ってるかな、じゃあこの子に私はどうなってほしいかなっていうところを書きます。何々できるようになってほしい、こういうふうに育てってほしいっていうのを書きます。で、そして、目標設定をしますね。これショートターンゴールっていうちょっとそういうなんかややこしい言葉なんですけども、要はこの子に今最初にどうなってほしいかとか、何ができるようになりたいかとか、何が大事かっていうのをここで書きます。で、あと長い目で見てこの子にどうなってほしいかっていうのを書きます。で、その子の今の問題点の要因っていうのを書かします。子どもの姿をね、評価するわけですね。ハイハイができないよとか、ご飯が上手に食べれないよとか、あとおもちゃで遊ぶのがなんかプットインができないよとか、でそれに対してどういうふうに困ってるか、問題点ですよね。ごめんなさい、評価というのはハイハイができないっていうんじゃないですね。今ズリバイで移動してるよか、ズリバイで移動してるよっていうところで、問題点に四つバイができないとか、外出時にすごく癇癪を起こすとか、困ってることを書きます。で、それの問題点でその困ってることは何でなってるかっていう考えられる要因をピックアップするんですね。ここでおそらくハイハイできないのは、股関節の力が弱いからではないか、癇癪を起こしてしまう原因はなんかこう感覚的に苦手なものがあるのではないか、
親との関わり方がこうなのではないかというような要因を出します。でこの要因はね、ここはコピペして大丈夫です。ここはそこそのあなたが評価して抽出した問題点から考えられることをここにこう入れてですね、それに対して私はこういうようなアプローチをしていきますよっていうようなことを書いてもらうわけですね。はい。ちなみに例として、まあ、亀吉が今日ざーっと書いたんですけども、ダウン症の子がいます。ダウン症の子合併症こんなのがあります。で原病歴ですね、全部これ通りにしなくて別に大丈夫です。はい。私が思ったことを書いてるので、こんな感じ、原病歴があります。リハビリはこうやって受けてます。発達は5ヶ月で首が座りました。寝返り6ヶ月でしました。ずりばいは1歳3ヶ月はいはいはまだだよみたいな感じで、食事はこういうような評価をしています。水分はこんな感じです。お母さんの思いは四つ倍を習得させたいよ。体幹が弱いから体幹を鍛える方法を知りたいよ。で私はこういうふうに思ったよ。で私の最初のステップ、まあ夏ぐらいには四つ倍できるようになろうねっていう、まあこれはまあふんわりでもいいんですけども、一応まあその今までの発達の経過とかを考えて、こういうふうにできるようになったらいいかなっていうのを考えますね。で最終的にはドッポができるようになってほしいよとか、安全に食事をとれるようになってほしいよっていうような目標設定します。で問題点で考えられる、評価ですね、私がした評価はこういう感じです。お子さんを見た評価はこういう感じで、この子もこの交互性のずりばいで進む四つん這いの姿勢は取れるけど継続しない、潰れちゃうよっていうのも、問題点はじゃあどこに来るかとか、っていうのの、この子供の様子を見た問題点ですね、問題点をここでこう抽出する。でそれが考えられる、ね、原因はこういうところがあるんじゃないかなっていうのを書きます。で私は理学療法士なので、ちょっと理学療法士っぽい書き方をするんですけれども、別にこれが正しいわけではないので、保育士さんだったら保育士さんの書き方をしていただければいいし、看護師さんだったら看護師さんの書き方をしていただければいいっていうようなところですね。正解はないので、亀すくに正解は一切ないので、ご自身が思う、大事なのは自分で考えたこと、まあ考えることが大事で、そして考えたことを書くことが大事、アウトプットすることが大事です。でこれに対して私はここコピペしたんですけども、アプローチとしてはこういう練習をしようかなみたいな感じで書いてもらいます。はいですね、なんとなくシートの感じは伝わりましたかね。あ、まだごめんなさい、ちょっと残ってた。っていうところです。はい、なんとなくできそうですかね、皆さん。はい、そしてスラックのお約束なんですけれども、先ほどのアドレスの件ですね、アドレス登録を同じアドレスでお願いしますっていうのと、あとお名前フルネームでお願いしますっていうのと、スラックに登録した後に役職を記入する欄があるんですね。で、皆さんがどういった職業をされていて、どういう書き方をするのかっていうのも確認したいので、ご自身の職業を記入していただけたらなと思います。作業療法士だったら作業療法士、保育士だったら保育士みたいな感じですね、お願いします。で先ほどお伝えしたんですけども、お申し込みいただいてない月のチャンネルは見れません。で、そうですね。で、あと通知が結構バンバン来るんですよ。で皆さんやっぱりライフスタイルとかもあるので、通知多分来すぎて嫌になっちゃうとあれなので、自分が受け取りたくない時間帯の通知はオフにしておいてください。はい、これね、スマホからの方がちょっと設定がやりやすいので、まあ分かんない方は言ってください。でやっぱりね、書いてそこで終わっちゃうともったいないので、たくさんディスカッションをしましょう。カメスクの1時間の中でディスカッションするのもそうですし、後々スラック内で文章でディスカッションするというのもとてもいいかなと思います。あと、あとはあれですね、個人の特定した誹謗中傷はしないよ。あと、今後、今最初は私のケースを出すんですが、今後おそらく皆さんがお困りのケースっていうのをご自身の
考えてるケースっていうのを、さっきのスプレッドシートに記入していただいて、別々のケースを見ていくっていうことをするしていくんですけども、この時に個人情報の取り扱い気をつけてください。私は自分の個人情報、自分が使うケースの個人情報の取り扱いは守れるんですけども、皆さん の持っている情報をどこまでこう流していいのかちょっとわからないので、名前を出さなかったりとかね、名前はもちろんそうなんですけども、あともし動画とかをそこで使いたいよっていう方は必ず許可を取ってください、親御さんとかにね、はい、っていうところです。よろしくお願いします、というところでした。説明は以上になります。30分、はい、ご質問ある方いますか？ふみさんさっき手上がってたけど間違いかな。はい、じゃあ質問なかったらこれで説明会終わりにしても大丈夫ですか？で、実際、やってみて分かんなかったらすぐ連絡ください。亀吉でもピョン吉でも大丈夫なので、 DM でも LINE でも大丈夫なので、メールでも大丈夫なので、困ったら連絡ください。ピョン吉さん OK？ はい、じゃあということでした。皆さんと一緒に学べる日を楽しみにしておりますので、ぜひぜひどしどし、ご参加いただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。